まもなくまた第2回目のコンディネートークも準備をしてますので、はい、こちらは残り2分か残り2分ですね。残り2分。いや、あっという間でしたね。今ちょうど裏では2足が展示されてますので、はい、まあ、ちょっとこの大会中はなかなか見れないかと思うんです。もし初めの方でなかなか前に見れない方は、こちらの方では今先ほど磨いた、はい、セサンミラーの靴と、はい、カルミラーの靴が2足展示されているので、あと1分35秒ですね。1分35秒になります。見入ってしまいますね。これ3種類の革、はい、まあ、色は結構ね、黒で、ガーナリーの黒でいらっしゃったんですけど、素材が、まあ、違う靴を3足磨くっていうのは、皆さん、はい、1回のトーナメントだとどうですか？いやー、なかなか、まあ、その準備ってなると、はい、まあ、当然、すべて対応できるように整えてはいると思うんですけど、やっぱりその光らせようとしてる、その精神状態から、うん、そのまた違う方向へっていうのはなかなか連続でやると、はい、大変ですね。こう一足客観的にこうどうしようかっていうのを考えないといけないので、しかもこの今やる寸前に実物見てるね、はい、種類は知ってるけど、そうですね、実物を見るのは今日が初見っていう、今日が初見になります。はい、残り30秒ですね。残り30秒。まあ、事前に素材とかね、伝えてお伝えをしたんですけども、まあ、色にするのは、まもなくカウントダウンが始まりますね。残り15秒ですね。あっという間。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了です。お疲れ様でした。早速審査をスタートしていきたいと思います。審査員の方お願いします。また審査はね、かなり難しい、うん、状態なんですけども、